内閣府特命担当大臣は日本の国務大臣。内閣府特命担当大臣の一つである。日本の内閣府に置かれる内閣府特命担当大臣の一つであるとされている。主として男女共同を参画する行政を所管する国務大臣である。内閣府において関係行政を司る組織としては男女共同参が会議があり、これを事実上担当している。 内閣府特命担当大臣のうち、沖縄及び北方対策担当、金融担当、消費者及び食品安全担当の3大臣は内閣府設置法により筆致とされている。それに対して他の内閣府特命担当大臣は筆致とはされておらず、担当する諸課題により柔軟に設置できる。そのため、政権により増減や変動があり、その役職名は、 必ずしも一致しない。内閣府設置法及び男女共同参画基本法の制定当時、男女とも同さんがは内閣官房長官が直轄することとされ、他に男女とも同さんが担当の特命担当大臣を置くことは想定されていなかった。男女とも同さんが会議のメンバーを規定する男女共同参画基本法には他の重要政策に関する会議と異なり、 男女共同を担当する特命担当大臣が置かれた場合に関する規定が存在しないことから明らかである。第2次森改造内閣において男女とも同参側内閣官房長官が担当した。第1次小泉第2次改造内閣にて内閣府特命担当大臣が設置された。以来第3次小泉内閣までは設置されていたが、第3次 小泉改造内閣では廃止された。内閣府特命担当大臣の業務は内閣府特命担当大臣と統合され、新たに内閣府特命担当大臣が設置された。以来、内閣府特命担当大臣は設置されなかったが、第一次安倍改造内閣にて再び設置された。新聞などでは男女とも同さんが担当大臣と表記されることもある。 ありがとうございます。